多分ここかな。いるね。よし、では手持ちの戦闘どうしよう。ラウドモンさんで行っちゃうか。これはライラ殿、我と一勝負交えるでござるか。お願いします。さあ、では襲名戦ですね。頑張っていきましょう。こっけいよな。やっぱこの手裏剣投げいいよな。さあ、まずはスカタンクさん。ここはフレアソングでブーストかけながら戦っていきましょう。なんだかんだそれが一番いい気がする。独特か。とりあえず2段階もらっておこう。さあ、ドヒドイデさん、ヒドイデさんね、進化前のね、そういえば捕まえてないなって思って。どこだったかな、発光シティの近くの海辺、あの辺で普通に見かけましたね。というかね、これだけね広いので、やっぱり普通にまだ行ってない場所あるよね。そんな気がしてる。シャドウボール、うわー、守ってきた。さすがに毒直すか。ちょっと蓄積度がやばいかもしれん。ダメージ量増えますからね、ターン経過で。回復の薬で直します。さあ、リューナどう。シャドーボール OK。 やっぱ2段階上がってるだけでもかなり強いな。さあ、ブロロロームさん、これはもうこのままいっちゃいましょう。フレアソングで、で3段階目もらって、メドベノさん、メドベノさんもね、探せばどこかしらにいそうだけどね。普通に持ってたベトベターさん進化させちゃいました。よし、ありがとうございます。さあ、勝ちましたよ。あと2つか。我の方が学ばせてもらったか、いやはやお疲れ様です。さあでござる。ありがとうございます。で、次はいよいよ俺とキャラかぶりをしているであろうオルティガくんだね。オルティガさんはね、なんかナッペ山のとこから下ったところにいた気がする。ナッペ山、多分北3番が近かった気がする。このエリアね、結構ね、いろんなポケモン出てくるんすよ。お花畑あたりかな。
草エリアというべきですかね。あの辺まで行くとね、ひまわりさんが野生の状態で出てきたり、で粘ればね、あのラッキーさんの進化のハピナスさんもね、確かねこのエリアで出た気がするね。えもうラッキーさんいますもんね行ったそばからいるからな。これがね、捕まえた場所としてはハピナスさんはこのアジットある場所、あった場所って別かからこっちですね。ちょっと転職したい方が見えましたが、この辺で見かけたかな。で、あのこのラッキーさんいるような場所、この辺で見かけましたかね。で、ここ多分ほぼ確定なのかな。ニーフィアさんもいるので、もしね、あの図鑑まだ埋まってないって方がいたらぜひご活用くださいということで。で、逆にひまわりさんは、ひまわりさんはあの転職したい方がいらっしゃるんですけど、アジトあった場所からこっちですね、左っていうべきかな。そうするとね、結構お花が広がってる場所出ると思うんで、もうちょっと進んじゃうと、海とかに広がっていってしまうんですけど、この辺でね、いた。この辺で捕まえました、確か。なんでね、結構ね、いろんなポケモン捕まえられるいいエリアかなとも思います。入っちゃうか、こっから。こっから入っちゃおうか。よし。デカヌちゃんでやろうか。来たんだ。そりゃ来ますよ。ライラ来たんだ。俺とポケモン勝負してきなよ。お願いします。さあ、ではオルティガ戦頑張っていきましょう。クレフィーさんか。かっけえなじゃあ勝ったらそのステッキみたいなやつください。デカンマだー。あー普通に壁張られた。どうしようどうしよう、ラードモンスターにしていいかな。おー、ラッサーカノンね、変えてよかった。さあ、フレアソング。あー、光の壁もやんの？リフレクターだけではなく？まあまあ、いいでしょう、いいでしょう。おーマリルリさんか、そうか。ここはオリーバさんで行きましょう。やっぱお水が似合いますね。さあ、ネジボール河原はいいオルティガーさんは壁対策はしてるんだ、しっかり。結構ね、カメラ割り覚えてるポケモン1匹いるとね、こういう時にめちゃめちゃ役立ちますからね、重宝するからな。俺もね、ポケモンの公式大会ベスト24まで行ったことがあるっていうお話は、まあ過去に何度かしてるのかなって思うんですけど、
その時もね、スタメンの中のあるポケモンに瓦割りは覚えさせておりました。ほんとね、なんかあった時にね、結構使い時来るんですよ、これがまた。多分ね、あの時あの時ね、使ってたポケモンがちょっと独特でもあったから、当時のね、当時の大会のことを覚えてるって人がいたらね、いたりしたらね、ああ、あいつってお前のことなんやってなるかもしれないなってのあるんだけど。さあ、バツゼルさん、これね、あのマルマインさんもスタメンに入ってた結構限られるよね多分これ。少なくとも戦った相手は、相手の方たちは入れてなかったのでマルマインさん入れてたね。さあ、でガンマ、おい、ぺったんこ。ブリムオンさん、ジャレスクダン、さあ、でガンマお願いします。はい、ありがとうございます。次は勝つからな、ムカつくけどお疲れ様でした。よーし、あとはビアさんか、ビアねえか、あとはビアねえも北エリアだったっけ。ありがたいわありがたい岩がありますね。北2番だっけ、なんかこの辺だったような気がする。で、格闘か。格闘ならね、ラウドモンさんでいいかな。当たんないですからね、格闘技。ゴースト持ちだからね。よし、行きましょう。あそこにありますね。よーし。結構一本道な感じだったっけ？トレーニングの周回？周回みたいな、マラソンするのであれば、一本道のここがいいのかもしんないね。あ、わかりやすさはダントツな気がするな、ルートの。こうやって回るみたいなのを決めていたら話は別だけどさ、まあ、何も考えずに、やれていいのかなっていう意味では、一番適してるのかもしれんな。しかしね、ペインもらえるのかなりの魅力だよね。さあ、行きますか。ライラちゃんだ、私とトレーニングしたいのかな、お願いします。さあ、ではビアン戦です、頑張っていきましょう。
残り猿さん。ポージングがね全ポケモン倒したらビワネーが襲いかかってくるんじゃねえかみたいなまであるよな。さあフレアソング耐えるね。大丈夫大丈夫、2段階ぐらい今のうちにもらっておこう。オゲイン、さあ投げつけ猿さん、うん、このね投げつけ猿さんのバイオレット限定だったかな、まあ、その対になるポケモンというかヤレユータンさんだっけがスカーレットのみみたいな感じだったと思う。サルカリオさん、フレアソングだ。これだけ上がったら大丈夫でしょう。さあドクロックさん、いやーそれにしてもね、打つたびにね使うたびに威力が増していく技って魅力でしかないよな。長期戦になればなるほど強いみたいな。スタミナ自慢といいますか、このヨザルさん欲しいこのヨザルさんは欲しい。面白い、模索しようかなと思います。とりあえずね、オコリザルさんの進化だとは思ってるんで、この辺はもうちょいね探りながらやってることにはなるかな。うわー強い。さあシャドウボール、正義末って感じですもんね、なんていうかさあ立ちました、ありがとうございます。顔ビワネーそんなキャラでしたっけ。いい勝負させてもらったよ、感謝のお疲れ様でした、ありがとうございます。よしということでこれにてトレーニング説も回れましたかね。よし、ではいよいよお待たせしましたということで行きますか。学校最強大会だっけ。あとはいいよな、もう押し。では回復したらね行きましょう。押しありがとうございます。ではパーモットさん先発で行きましょうということでいよいよかー。ではお待たせネモさんだねだいぶ時間経っちゃったからな、もう始めてんかもねもう始まってるかもしれんな。もうなんか乱入者が現れましたみたいな挑戦者か、スマブラみたいな感じでいきますか。動画のご視聴ありがとうございます。
ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。